夏にですね、多肉がかなりやられましたけど、こちらの羽釜に植えた、多肉の寄せ植え、こちらの方もですね、ボロボロです。こんな感じでですね、まあところどころね、いいやつは残ってますけど、これにちょっとこうね、葉焼きをしてますね。これグリでもなんかね、日が当たりすぎてあまり色合いじゃない。まああれはね、多肉じゃないやつもね、植えてますけど、ロータスプリムストーンとかなんかやっちゃったかな、こちらの方ですね、ちょっと仕立て直したいと思います。こちらのね、流し台に植えた方、こっちの方はこういう風にね、なんだこれは、シマトネリコ、それがこう影になってるからか、そう悪い状態じゃないですね。暑い日差しをこう避けれたというかですね、そういう感じで、維持をね、それなりにはしています。はい、ですのでですね、こっちの方、悪いやつを抜いたりしてですね、またね、やり替えていきたいなというふうに、考えています。誰かですね、撮影してくれるといいんやけど、まあいつも一人なんでね、撮りながらこう悪いやつをね、取り除いて、こうトロフレの方にね、それぞれこう、分けていきましょう。一回すべてですね、こういいやつもこう抜いていきます。でこういうね、枯葉なんかも取って整理しながらですね、はい、いいの悪いの、こういう風にですね、分けていこうと思います。残したまんま、間にっていうのがね、ちょっとなかなか難しいでしょう。全部抜いた方がですね、やりやすいと思います。捕食程度でね、済むんだったら楽なんですけど、まあそういうふうにもいかないかなと。こんなのがね、ロゼットの中心が焦げてるのでね、またちょっと使うか分かりませんけど、はい、こんな感じでね、全部抜いていきましょう。こうやつもね、全部こう元がこう枯れてしまってますからね。はい、な、まあなんぼかね、こう使えるやつはあると思いますけど、こうやつはね、まあいいかなっていうね、そんな感じですけど、この後抜いていきたいなと思います。抜いてしまうとこんな感じですね。ロータスプリムストーンとかがかなりこうね、根が張ってるんで、こういう風にね、かなり残ってます。まだね、いっぱい、こういう風にやって古い根とかをね、すべて取った後、植え替えかなね、こういうやつを取ります。だから随分ですね、まあ、枯れたやつこっちだから、こんなのがやっぱね、かなりこう根が張ってるんですよね。だから、こういう風にね、随分土が減りました。だからこれまた土を足してですね、で再度、植え付け、そんな感じのね、作業に、なっていきます。まあ、多肉も随分足してあげないとね、ダメでしょうね。こんな感じですね。前回この焼き杭を使ってですね、こう 1,2,3 段にしたかったんやけど、まあしたかったとかしてたんですけど、あんまりこの工程感がなかったからですね、全体のこう焼き杭を全部こう少し上げました。上げて、あと沈まないようにですね、こういう風に、また土をね、こう、沈まないように押し込んでですね、はい。でこの後、配合土、いつも自分がね使ってる、この配合土を充填してですね、はい、その後、植え付け、ここもですね、ちょっと高く土を入れていきたいなというふうに思ってます。こんな感じです。土をね入れるとこんな感じ。ここだけはちょっとこういうふうにね、斜めにすりつけてます。
でこういうふうにね、三段になってます。ベニカのね流剤とかもちょこっと、あと肥料をね、少量ですけど、この中ですね、混ぜ込んでいます。こちらの苗、先ほどまで植わっていて再利用できそうなやつですね。ただも枯葉がかなり多いので、根とねこの枯葉を整理して再度植え付けたいなというふうに思います。でこっちの方が、ネットで買ってた多肉、寄せ植え用にですねずっとこう、植え付けてこう養生してました。こちらの方ですね、追加で、足していきたいなというふうに考えてます。こういったやつを枯葉の整理、あと根のね、根の整理もしないと植え付けにくいんで、まあほとんどね、まあ根はもう取ってしまおうと思ってます。よいしょ、ね、ただこんな枯葉がいっぱいあるのでこちらの方ですね取っていきましょう。あ、取れた。よいしょ、ね、少しはこう残しときますけど、はい、こんな感じで、いろいろですね、整理をしていかないと。これまあいい感じやな、桃太郎かな、ね、に取っていきます。さあ、うまい具合にこの後植え付けがですねできればいいですが、はい、こんなね感じです。まあちょっとこうこの間動画でも撮ったけどこうね茎立ちしてるやつしな、これまあここから切った方がいいと思いますけどね、無茎のタイプはねするのがいいと思いますけど、まあ、ちょっと植えてみるかね、植えてみましょう。はいね、バカボイですけやつ、はい、こんな感じで、整理した後、植え付けです。例によってですね、一人なので、寄せ植えの様子は取れてません。で、最初ね予定してたより、ドータスプリムストーンとかですね、それを取り除いて、クロウォシもですね実際茎が枯れてたんですよね。ですから、予定とは違ってですね、他にもこう多肉を追加して随分使いました。これでもですね、はい、リエルさんみたいにね、隙間なくこう植えるようなことはできないんで、あんまりこう近くにはこう寄りたくないんやけどあの土の隙間が見えますからね、ただまあ多肉は全部ですねこの撮影方向こっちの方に向くようにこうロゼットはですね、傾けてます。見る方向がこう一方向になりますからですね。はい、ということで、本日の動画はですね、袴プランタッチっていいですかねに、寄せ植え、それの仕立て直しの回でした。はい、動画はですね、この動画をまあいいと思っていただけました、チャンネル登録とか高評価していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。